んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に来ております。栃木県の湯西川温泉という、温泉郷に宿泊して、今は道の駅におりますね。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。そして本日は栃木県の矢板市矢板市にある、小滝高専という秘湯に宿泊する予定です。こちらのお宿さんは7、8年前に一度だけ泊まったことがあるんですけれども、口コミ評価とね、温泉も結構特別な色をしていて、もう評価も高く、またぜひ一度行ってみたいなと思いまして宿泊します。そしてチェックインの時間までまだ結構あるんで、軽く鬼怒川観光とかこういろいろ寄りながら最終的にチェックインする流れになりますかね。そして今こんな吊り橋を渡って、いいですね、湯西川大好きです。それではドライブを楽しみながら、もしあれかな、次は鬼怒川とかその辺になりますかね。人生初足湯です。これだけ温泉行ってるのに足湯入ったことないんですけど、初めて入りました。気持ちいいね、なかなか。っていうか熱っ。見て見て、ここでラインができてる。熱くて白と赤、ほら紅白の線がここでできてますね。綺麗ですね。湯西川ダム、うわーすげー、すごいね。伝わらないでしょうね、この規模。鬼怒川です。来たー、廃墟来たー、廃墟来たー。見えますか、あの廃墟群。ここまで来るともう芸術と言っても過言ではないぐらいすごいですよね、ここ。鬼怒川で有名な朝屋さんですね。泊まってみたいですね。なんかこう見てるとほとんどの建物が廃墟に見えてしまうという鬼怒川の不思議。このホテルもよくこの道を通過してみますね。もうさ、ほんと何十年前かは全部のホテルがやっててにぎわってたわけでしょ。何なんでしょうか、この気持ちは一体。なぜかけど落ち着くんですよね。寂しい気持ちと落ち着く気持ちと興奮する気持ち。
廃墟の横を通ってですね、これから橋を渡ってまた駐車場に戻ります。もうこれなんてほんの一部なんですよね。ほんの一部でまだまだ見て回ったらすごい数がると思うんですけど、見切れないほどの量があるんで見たいけどな。おお、ちょっと足元危ないんで切ります。一旦、綺麗な足湯の施設がありました。キヌコの湯ですね。キヌコの湯、なんか安心するな。やってる、あるね。綺麗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 ですね。あ、綺麗。手湯もある。手湯ね、手湯。あ、ぬるいぬるい。あー、鬼怒川でかい街だ、本当にでかい温泉街。駅の方までとは言わないですけど、だいぶ中心地まで近づいてきました。この辺まで来ると廃墟の数はだいぶ減りますね。もう見た感じ、ライトもついてる建物が多くて、そのね、この旅館やってるのかなっていう探すゲームが楽しいですね。で、ライトがついてて安心するみたいな感じのことが多いですね。射的、あ、射的屋じゃない、元射的屋かな、これは。朝屋さんの正面に来ましたね。迫力ありますね。風格あるわ。お猿の山ロープウェイやってるんですかね、これ。結局来てしまいました、お猿の山。鬼怒川温泉ロープウェイ結構急でだいぶ上まで行ってるんですよね。ああ、ちょうど来た、ちょうどロープウェイ来ましたね。へえ、知らなかった。それよりも私はこういった大型施設の周りにあるお土産屋とかカフェが、ね、気になっちゃうんですよね。そっちばっか気になる。入りたいなと思いつつもなかなか入れないんですよ、勇気がなくて。ロープウェイの乗り場の前になんと、もともと釣り堀があったっぽいっすね。ここで釣り堀だってもう。こっちもそうだったのかな。にぎわってた頃の写真動画を見てみたいですね。それでは駐車場に戻ります。もうなんか泣けてきますね。鬼怒川温泉を歩いてるといろんな意味でこう込み上げてくるものがあります。まだまだずっと観光していたいですけども、もう1時間以上いるのでそろそろゆっくり向かわないといけないですね、宿にね。それでは車へ戻ります。鬼怒川温泉駅まで来ました。この辺まで来ると栄えてますね。そして若い人も増えて、さらに私も笑顔になりました。ちょっとついつい車を止めてしまったんですけど、鬼怒川に来たら必ず気になってた、毎回気になってたパチンコ屋さんがあったんですよ。ああ久しぶりに来たら潰れてた。草津の時もね、ちっちゃいパチンコ屋があって潰れちゃってて、うわー悲しいよ。はい、運
転開始再開しました。では今からですね、小滝高専に向かいます。ただですね、この動画がおそらく鬼怒川温泉があまりにも楽しすぎてだいぶ長くなってしまったので、また動画を分けようかなと思います。なので、次の動画はまた小滝高専編ということで、概要欄 URL より、飛んでいただけたら嬉しいです。いや、ほんと鬼怒川まだまだ痛かったですけどね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。うわ、すごい楽しいわこの道。入ります。わかりますか、この茶色く濁った温泉。アユがプリップリ、すごい身が詰まってる。これすごく美味しいです。